もっと古舘伊知郎語録じゃないけど、やっぱ本当面白いと思うんだよね、古舘さんのそのキャッチする力っていうか、アンテナっていうか。だから F1 の時も古舘さんから聞く、音速の貴公子がね、アルトンセナ。セナがね、セナがもう走ってたと。で、アイドン・セナが走るとやっぱ300キロ以上でしょ。そこで走ってた時に、そのレースが終わってから、モナコね、モナコグランプリでレースが終わってから、古舘さんがセナに「今日お父さん来てたよ」っていうのを言ったんだって。そしたらアイルトン・セナが「ああ知ってる知ってる、途中でトイレ立ったよね」って。300何十キロで走って、その動体視力たるやすごいですよね。もうだからホームストレート、公道といえどもものすごいスピード出るから、そこでそのセットアップされた客席から立ち上がってトイレに行くお父さんを見てるからね。ね、こうなってるわけでしょ。だ、そこはすごい。日でも本さ、人でドも、ライバーでも鈴木亜久里も同じ現象がある。でもさ、そういう話をさ、つまりそれをかいつまんでやっぱり選ぶ人がいないでしょ。大体その、まあ、よくニューヨーク行って、ニューヨークどうでしたっていうと、やっぱり自由の女神がすごいこうだったとか、ブロードウェイのミュージカルこうだったじゃん。でもやっぱりそこの古舘さんがモナコのモナコグランプリはね、ありましたね、この沿道の石、縁石を何ミリタイヤが、ね、乗せるかっていうところで決まるんですよっていう話もやっぱ面白いじゃん。逆に例えば、なんで YouTube がこれだけ盛り上がってるかっていうとさ、 YouTube で人気のある人たちを見ると、本当に、まあ、我々、まあ、地上波をやってきた人間からすると、やっぱり編集がその甘いわけですよね。つまりもっと詰められるのになと。でも逆に今の人たちは、あのゆったりした感じ、妙に編集でここは面白いですってことを強調しない、まったりと見る感覚がいいんだなと思って。だから変にタイムパフォーマンスを考えすぎない、それがやっぱり今の YouTube の、まあ、いわゆるプロではない人たちがどん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 人気になってるのは、やっぱ面白いなと思うもん、みんな。なるほど。アッキーもちゃんと YouTube 見てんだ見てね。る見てる見てる見てますだからそれは必ず時代の傾向とか流行とかそういうものには、欲求には反面ってものがあるってことだね。だからだかつらまタり、イパばっかりってことじゃないってことだそれね。と、だから僕らからすると撮れ高っていうじゃないですか。撮れ高なんか今必要ないんですよ。テレビで限られた枠の中で番組を作るから、撮れ高が必要なわけですよ。だから例えば古舘さんが、中島さんとね、中島悟さんと鈴鹿に行って、でも後ろにすごい車がいっぱい止まってて、で中島さんが運転席に乗って、古舘さんが乗って、でなかなかね、動こうとしないと、ずっとミラーサイドミラーとか調整して、そしたらもうほとんど後ろ見ないのは、ババ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 っていったっていう、目を後ろにもう慣らすわけでしょ。っていう話の撮れ高を、もしも僕が地上波の、ね、ディレクターなりプロデューサーなり作家だったら、あれ絶対面白いよっていうのを撮れ高にするじゃないですか。でも今の YouTube とかって、そんな撮れ高なんかもちろんあっていいんだけど、そこの前の全然、いや鈴鹿行って人がすごい混んでて、もうね、もう何キロ歩いて、もう全然行かなくてとかっていうところも必要なんですよ。例えばポツンと一軒家とかね、見ててやっぱり、なんでこれ年配の人が好きなんだろうって、うちのおふくろなんかも大好きだし、ね、みんな見てるわけですよ。で僕も何回かこれすごい人気なんだなと思って見るんだけど、やっぱり麓でね、ずっとさ、あそこどこどんな人が住んでるんですかっていうのが、どうしてもたるいわけですよ。編集で落として、早くその人のとこ行ってほしいと思うじゃない。でもそのイントロダクションがあるから、みんな、ね、それで、なんだろうな、そのスタッフのね、うちのおふくろなんかもよく言うんだけど、スタッフがそのすごい丁寧な若い子なのに、すごく丁寧に聞いて気持ちいいと見てた、そういうとこを見るんですよ。だから僕らみたいに、いやいや、もうどんな人が住んでるか、 CM のとすぐとかっていうことをやらないんいや、それははっきり若いわ。俺、お母さんと全く一緒。あ、そ俺、こう見えてもお母さんと2回喋ってるからね、昔電話でね、三枝先生のところでどうやったらいいか。俺、お母さんと全く一緒。俺は、やっぱりその礼儀正しいとまでは思えないんだけど、とにかくプロセスが大好き最なんでしょ。高にもう、
前菜からメインに行くまでのプロセスが前戯が最高だから、いざポツンとこう山の中腹にいて本人出てくるって言ったところで目伏せるもんね。もう、ああそうなんだ、終わりで、うん、もうそれまでイメージするから、ああいう人かこういう人か、今まで会った人の中でどういう色合いの洋服着てんだろうとか含めて勝手に想像できるじゃない、ラジオドラマ。僕なんかやっぱせっかちだから、そこに行くときに、いやこの人は絶対知らないから、うん、わざわざね、あの話聞きに行かなくてもいいよと思う、直行ったらと思っちゃう。あ、そうなんだ、うん、いや人それぞれ、いやだからあれはやっぱりすごくなんていうのかな、あの時間帯みんな楽しく見てるのはそのね、タイムパフォーマンスが一見悪いけども、うん、ゆったり楽しく見るんじゃないですか。あと話変えちゃうんだけど、俺秋元康の世界ですごいなと思うのは、もう誰もかなわねえと思うのは、あの面白いことを発掘したり面白い言葉を継ぎはぎしたり、うん、今時のチンプな言い方するとマリアージュさせたり、うん、そういうのはあると思うんだけど、何気ない言葉を面白い言葉なのっていうふうに再発見するじゃない、うん、例えば誰か若い人がヘビロテって言ってたら、うん、それはもう曲のタイトルになるわけだし、うん、ラブラドール・レトリバーっていう犬がいれば、それがそのままタイトルになるわけじゃないですか、うんうんうん、でニューヨーク一緒に行った時も、このフォーチュンクッキーって何なんだろうね、日本のおみくじと似てになるもんでって話してたことは、やがて曲のタイトルとして返ってくるわけで、ブーメラン。ああいうふうに何気ない、それ自体とってちっとも笑えるとか面白いっていうものじゃないもの、さって引き寄せるっていうのは、あれどういう感性だったんですか。それでも言葉としてのピックアップなんだけど、あの365日の紙飛行機って歌が好きで、やっぱり人生応援歌っていうのは、まあ、あまたあるけれども、もうあの詩の世界が大好きで、俺だったら紙飛行機の365日っていうタイトルにしちゃうだろうと思っちゃう、うん、でそれがやっぱり逆でしょ、こう順番を変えるだけで世界が変わるっていうのは、意図的な時もあるし自然な時もある、自然にやってる時って意図的、うん、自然かもしれないですね。それよりもやっぱりその 何が面白いかっていう、その例えばまあよく例に出すのは、やっぱカメラって、僕らの頃はプロとアマチュアの差ってシャッタースピードとか露出とかそういうのでも明らかに差があったじゃないですか。でも今コンピューター内蔵のカメラだったらもうほとんどプロとあんま変わんないでしょ。だけど何を撮るかっていうところがやっぱプロとアマは違うと思うんですよ。だからそのそういうアート性がない人は、なんかいわゆるあの風景とかその誰が撮っても同じようなものになっちゃうじゃないですか、うん、でだから詩もその何を書くのかなっていう時のそのネタの選び方っていうか、例えばニューヨークに行って、そのスタバならスタバ行って、で日本でもあると思うんだけど、やっぱみんなこうその頼むためにエクストラホットっていう、うん、エキストラホットっていうと、要するにまあ持って、で寒い中オフィスまで行くからすっごい安くしてくれとかっていうのが、あ、なるほどエキストラホットとかあるんだとか、 あと要するにここ のスペースを空けてくれっていうのもあるんですよ、うん、スペースを空けた分その自分でミルクを入れたりなんなりをとか、そういうのが面白いな、これはどっかでなんか使えないかなとか、そういうのを見てますかね。あとあのアッキーが好きなんだろうなと思うのは、時代が近いから年代が青春で思い出したけど、やっぱ共通のワードはあるんだなと思うのは、地味だけど恋するフォーチュンクッキーで、カフェテリア流れるミュージック、カフェテリアって今言わないじゃないですか、あんまりカフェ全盛になってテリアがつかないじゃないですか。あとはあのアコさんに渡したヤジロベっていう曲にもそういうワードが入ってくるでしょ。ああいうのっていうのはある年代の人はたまらないよね。そうですね、死後になりつつあるものをアッキーが発掘するから、うん、古いんだから新しいんだから分かんない。僕が書いてるのは芸術作品でも何でもなくて、うん、その流行歌じゃないですか、うん、流行歌ってやっぱり流行とともに廃れたり古くなったりしなきゃいけないと思うんですよ。だからポケベルが鳴らなくてがいいんですよね、うんうん、あったね、ポケベルが鳴らなくてポケベル使ってましたよってなるわけじゃないですか、うんうんうん、だからなんかそこが面白いんじゃないですか。面白いよ、うん、でもだからまあそうやってね、割り切った言い方の中で次々なんでこんな作れるんだろうと思う。俺昔もう今から25年ぐらい前、四半世紀前だと思うけど、今住んでるところと全く違うマンション住んでた時にさ、あのなんか相談に行った時とか、ちょっと悪い古田さん待ってっつって、俺2曲
仕上げなきゃいけないっつって広いリビングルームのこういう部屋の片隅にプーって行っていやゴキブリじゃないんだからアッキーの、うん、自分の家でなんでそんな隅っこの方に行くのと思ったらそのまま無言で仰向けに寝て、うん、首だけここに立てんだよね、うん、で首立ててあのノート型パソコン開いてそこで2曲作ったんだよね40分ぐらいそうでしたっけで苦しくないのねいや俺いくらでも酒もらっちゃって待ってるけどさ苦しくないのっつってさ無言でたまに「いや苦しくない」っつって、うん、ここだけカーッと固定して起きて、うん、全部ツタンカーメン店の謎みたいに寝てでずっとこうやってやってこうやってやって2曲作ったの、うん、あの体勢って落ち着くのだからなんかあんまり気にしないかもしれないですねいや俺あれ相当辛いだってもう昔は本当に僕らの世代は赤坂の TBS の前のビッグベンっていう喫茶店でずっと原稿書いてたし、うんうんうんあの本当に青山のデニーズで原稿書いてたしあんまりそういうなんかどこじゃなきゃ書けないとかってないですよねニューヨークのグリニッジビレッジマンハッタンのカフェランターナ ねあそこ あの当時ワインカラーのレザーとビニールシートの中間透合式人工比較のシートのところの窓辺に座って中庭を見ながら川の流れのように作詞したんだもんね、うんうん、だっきねあのワインカラーのシートでねっつったら覚えてないっつって、うんいやでもそんなのだって覚えてないでしょだからいや古舘さんがすごいんですよ記憶がだから視覚が全部シャッターを切ってるんでしょうねでもそういうさこれからのね68歳になった古舘一郎はどこに歩いていくんですかいやもう何にも目標もビジョンもへったくれもないんですよ、うん、もうそれは自分で決め込んだストーリーだといえばナラティブだといえばそれまでだけど、うん、俺は喋ること以外に自分の才能なり生かしどころってのはないでなんで生かしどころっていうふうに考えちゃうかなっていう口惜しさもありますけど、うん、とにかく喋ることしかないんですよ、うん、だから俺はただただ喋る場があればトーキングブルースでも、うん、YouTube でも何でも喋る場があればずっと喋り倒して喋って喋って時代遅れて言われても喋って、うん、そして朽ちていけたら最高だと、うん、これしかないだからアッキーみたいなその野望がないよいや野望ないですよ全くもう本当野望ないですよもう本当におとなしくしていたいっていうすごいなと思ったのはみんな一人きり二人きりっつって集まりでいなくなった時に俺がしつこく残ってる時にアッキーってさ一体小学生でも幼稚園でもいいけど園児でもいいけどどういう人になりたかったのってこうしんみり聞いたら珍しく一切の作りなしで、うん、アイドルとかですかねって言い出した言わないですよ、ね、だから言わないと思うでしょこれを作ってないからこんな変な話じゃないから、うん、アイドルとかアイドルとかってやっぱり可愛かったり綺麗だったり男だったりかっこいいってのは憧れますよね、うん、でも長ずるにつれて自分はそんなに見てくれとかルッキズムで言うのもなんだけどかっこいいわけじゃないしじゃあそういう人たちをどうやったらフォローアップしていくかっていうのは楽しいかなと思った瞬間があってまでは、うん、いわゆる普通のプロフィール紹介として普通だと思うのよ、うん、でその後だから古舘さん俺はね、うん、そういうフォローアップしたいっていう側に回りたいって言った時に例えば下水口に流れていく女性で言えば長い抜けた髪の毛があるじゃないですか、うん、これバラードじゃ載せないじゃないですか、うん、とこれを、うん、それを言いましたね下水口に引っかかってることがタファになった時の情感をどうバラードに乗せるか、うん、そうするとかっこいい人がそれを歌うことがこう生息一体になっていくイメージがあるんですよねって言った時に俺ものすごく腑に落ちたんだよね、うん、だから基本的にあんまりこう無理しないんですよねだから多分その小学校5年6年のさやっぱりそういう進学教室に通っててその頃ってやっぱりあこのまま俺は有名中学有名高校行ってその東大文一とか行ってそれで役人になるんだなってそれがなりたいじゃなくてそういうので別にそこにそれが例えば高校2年の時にそのなんとなくその台本書くようになってもそれはそれで面白そうだなって流されやすいんだね。